この動画は、毎月、他行振込手数料を50回、無料にする方法になります。先日、ATM、他行振込を10回以上無料にする、別の方法を投稿しました。そのリンクは説明に入れておきます。その投稿をした後に、新生銀行で、2023年4月3日から2023年9月28日までの期間限定キャンペーン、新生コネクトというものを知りました。なんと、この新生コネクトを申し込むと、優遇ステージが最高となり、他行振込が50回無料になるのです。新生銀行の優遇ステージについては、1スタンダード、2シルバー、3ゴールド、4プラチナ、5ダイヤモンド、と、5つのステージがあり、ステージを上げるには、かなりハードルが高く、さらに判定も年1回なので大変です。ですが、このキャンペーン期間中に新生コネクトの申し込みをすると、2ヶ月ほどで最上級のダイヤモンドステージになるのです。合わせて普通預金金利も優遇されますが、何より他行振込50回無料になる点が他にないので驚いています。ちなみに、ATM 手数料は、今のところ、全ステージ、セブンイレブンなど、入出金手数料は、何度でも無料です。このキャンペーンについては、後でトラブルがないように、スミシン SBI ネット銀行と、SBI 新生銀行と、SBI 証券に問い合わせして確認しました。新生コネクトというサービスを申し込むにあたり、新生銀行の口座開設、新生コネクトのキャンペーン申し込み時点で、SBI 証券口座が、なければ、同時に開設する流れです。新生コネクトを申し込みする際の注意する点としては、スミシン SBI ネット銀行のハイブリッド預金をしていないか、していれば休止している前提条件があります。理由は、SBI 証券側で、ハイブリッド預金と、新生コネクトとの併用が、できないとのことでした。あと、新生コネクトキャンペーンは申し込みをしているかの判定だけでステージは上がり、投資積立をしなければならない条件はないとのことです。以上、新生銀行で他行振込手数料を50回無料にする動画でした。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。